ナンバーアンダーラインアイ、ナンバーアンダーラインアイ、エムステ、ボン、初披露やば、過ぎた。ビッグオーエンスも認めた。ナンバーアンダーラインアイの衝撃的なビジュアルと音楽の融合。日本の音楽シーンは長い歴史と多様性に富み、時折新しい才能が現れてはシーンを変革します。最近、その一角をなすグループとして注目を集めているのがナンバーアンダーラインアイです。彼らはその独自のスタイルと魅力で、瞬く間に多くのファンを魅了しました。この記事では、ナンバーアンダーラインアイの魅力とその音楽が持つ挑戦、そして未来への展望について詳しく掘り下げていきます。ナンバーアンダーラインアイは、元踊り寺キング&プリンスのメンバーだった平野翔、神宮寺勇太、岸優太によって結成されました。彼らはそれぞれの独特な個性と才能を持ち寄り、新しい音楽の道を切り開いています。平野翔は名古屋のダンススクールファンクキットの出身で、キスマイ FT2 の千賀健人と共に育ちました。彼のダンススキルとラップの才能はナンバーアンダーラインアイの楽曲において重要な要素となっています。特にボンの冒頭のラップは彼のスキルとカリスマ性を存分に発揮しています。神宮寺勇太のダンスはその一つ一つの動きが非常に美しく、視覚的に魅了されます。彼の動きはまるで能舞台のようで、観客を引き込む力を持っています。彼の所作は、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスに深みと品格を加えています。ガン・ユータは、その多彩さで知られています。ラップからダンス、そして盆踊りの所作まで、彼の幅広いスキルはナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスを一層引き立てます。彼のボンのダンスは、TikTok でも話題となり、多くの人々が真似して踊っています。平野翔が詩を書き編曲にも関わっていることがボンのクレジットから明らかになりました。彼の感性は天才的であり、神宮寺勇太やガン勇太とのチームワークが楽曲に一層の深みを与えています。彼らの共同作業はただのアイドルグループに止まらず、本格的なアーティストとしての地位を確立する一助となっています。ナンバーアンダーラインアイのステージ衣装には、著名なデザイナー、ビッグオーエンスが手掛けたものが使用されています。これにより、彼らのビジュアル面でも高い評価を得ています。彼らの音楽とファッションが一体となり、唯一無二のスタイルを築き上げています。ナンバーアンダーラインアイの成功には、ファンとの強い絆が大きく影響しています。SNS を通じた積極的な交流は、彼らの人気をさらに押し上げています。ナンバーアンダーラインアイの代表曲ボンは、彼らの独特なスタイルを象徴する楽曲です。この曲は日本の伝統文化と現代のポップスを融合させたもので、非常に新鮮で斬新な印象を与えます。ボンのミュージックビデオではスモークと赤ライトを効果的に使用しており、その演出は視覚的に非常に印象的です。これにより観客はまるでライブパフォーマンスを見ているかのような臨場感を味わえます。照明が日本庭園の敷石風に一瞬変わるシーンは非常に美しく、見るものを引きつけます。この演出は日本の伝統美と現代的な要素を巧みに融合させています。ボンのパフォーマンスでは盆踊りの要素と風林火山のイメージが巧みに融合されています。神宮寺の盆踊りの動きと騎士のピカピカ風林火山の流れは観客にとって非常に魅力的で、何度も繰り返してみたくなるパフォーマンスです。ナンバーアンダーラインアイは日本国内だけでなく海外への進出も視野に入れています。その音楽とパフォーマンスは国境を越えて多くの人々に影響を与えています。 BTS のメンバーが兵役から戻ってきたら、ナンバーアンダーラインアイの曲を聴いてほしいというファンの声もあります。特にスゲやジャンコークの反応を見たいという声も多く、彼らの音楽がどのように受け入れられるかは非常に興味深いです。アニメとのタイアップは日本のアーティストにとって非常に効果的なプロモーション手段です。ナンバーアンダーラインアイの楽曲がアニメに採用されれば、さらに多くの人々にその魅力が伝わるでしょう。ナンバーアンダーラインアイの楽曲ボンの歌詞には深いメッセージが込められています。この歌詞は日本の伝統文化や現代の社会問題を反映しており、リスナーに強い印象を与えます。
このフレーズは彼らが単なるアイドルではなく世界を称存在であるというメッセージを込めています。彼らの音楽には反逆者としての強い意志とメッセージが感じられます。この歌詞の一節は彼らが過去に育てたものが現在の成功につながっているという意味を持っています。彼らの努力と成長が今の成功を築いているというメッセージが込められています。ナンバーアンダーライン愛のファンは非常に熱狂的で彼らの活動を全力でサポートしています。この強い絆がナンバーアンダーライン愛の未来をさらに明るくしています。 TikTok や YouTube などの SNS ではナンバーアンダーライン愛の楽曲やパフォーマンスに対するファンの反応が多く見られます。彼らのダンスを真似する動画や楽曲の歌詞を解説する投稿などファンとのインタラクションが活発です。ファンはナンバーアンダーライン愛が海外でパフォーマンスする未来を期待しています。彼らの楽曲が世界中で受け入れられ多くの人々に感動を与えることを願っています。ナンバーアンダーライン愛はその独特なスタイルと強いメッセージ性で日本の音楽シーンに新風を吹き込んでいます。彼らの挑戦と進化はこれからも多くの人々を魅了し続けるでしょう。彼らの未来がどのように展開していくのか非常に楽しみです。皆さんはナンバーアンダーライン愛の楽曲を聞いたことがありますか？もしまだ聞いていないならぜひ一度聞いてみてください。そして彼らのパフォーマンスやメッセージに共感したならぜひ応援してください。ナンバーアンダーライン愛の未来は私たちファンの手にかかっています。彼らがどのように成長し世界に羽ばたいていくのか一緒に見守りましょう。ナンバーアンダーライン愛の未来は非常に明るく多くの可能性が広がっています。彼らの音楽がどのように進化しどのように新しいファンを獲得していくのか非常に興味深いです。彼らの次なるステップはさらに国際的な展開を目指すことです。海外でのライブパフォーマンスやコラボレーションが期待されます。特にアニメとのタイアップや他の国際的なアーティストとのコラボレーションが実現すれば彼らの知名度は一層高まるでしょう。ナンバーアンダーライン愛の音楽とパフォーマンスは今後も進化し続けることでしょう。彼らの挑戦と努力がどのような形で結実するのか非常に楽しみです。ファンとして彼らの成長を見守り応援し続けることが大切です。皆さんはナンバーアンダーライン愛の次なるステップにどのような期待を抱いていますか？彼らの楽曲がどのように進化しどのように新しい挑戦をしていくのか一緒に見届けましょう。そして彼らが世界に羽ばたく日を共に待ち望みましょう。ナンバーアンダーライン愛の未来は私たちファンの手にかかっています。彼らがどのように成長し世界にその存在を知らしめていくのか一緒にその道を歩んでいきましょう。彼らの音楽が私たちの生活にどのような影響を与え、どのように新たな感動をもたらしてくれるのか、期待と希望を持って見守りたいと思います。あなたもナンバーアンダーライン愛のファンとして、彼らの成長を応援し続けましょう。そして、彼らの音楽があなたの人生にどのような影響を与えるのか、その変化を楽しんでください。彼らの挑戦と努力に、共に拍手を送りましょう。次のステージに向かうナンバーアンダーライン愛にどんな未来が待っているのでしょうか。彼らの挑戦を見届けながら一緒にその未来を作り上げていきましょう。